村上、村上からハレルソン、これが福島の強さ、インサイドの強さが光りました。エンドワン、そして日本人選手がどのようにディフェンスで貢献することができるかというところも注目になりますが、代わって入った6番の長谷川のスリーポイント、エチェニケから長谷川へ通します。決め切りました。こぼれている2番の栗原に対してエリック・マーフィーとエチェニケ2人でボールを奪って、ここはエチェニケ自分で行って流し込んでいきました。連続得点は福島ファイヤーボンズです。21番の菅野翔太、あとこれは岡島の素晴らしいディフェンスがありました。岡島奪って自ら決めていきました。若き司令塔9番の岡島の得点です。中に仕掛けるエリック・マーフィー、マーフィーフェイダーウェイのシュート決まりました。橋本は昨日のゲーム1では4得点、ただ3ポイント4本放ったんですが決めることができませんでした。さあエチェニケインサイドで強さを見せました。8番の村上信也からエリック・マーフィー、さあ中庭へハレルソン、フェイダーウェイのシュート決めていきました。3点を返します東京 Z です。さあ対する橋本3本目どうだ、こぼれるエリック・マーフィー、リバウンドを奪って決めました。6番9番の岡島がマークにつきます。菅野翔太4本目来るか、来ました。これが菅野翔太今日のゲーム4本目。6番の長谷川からチョン・ギモム3とはいきません。さあ菅野翔太どうだ、決まれば5本目、菅野翔太5本目の3ポイント。88番のエチェニケ、もう一度チョン・ギモム、菅野翔太がいる、今日はタッチが合っている、6本目が来ました。菅野翔太、カノ2ポイント、これも落ちる。なんとしても得点を奪いたい東京 Z、 カノの3、ただ強さを見せましたハレルソン。さあ菅野今度はインサイドレイアップ流し込んでいきました。カノ最終クォーター3ポイント決めています。今の岡島からクロフォード決めてエンドワン。昨シーズンはこの東京 Z でプレーをしていましたこのジョシュア・クロフォード、ルーズボール、菅野がエナジーを見せますがクロフォード回収、カノの3、カノが第4クォーター乗っています。ホームゲームが続きますが最初のこの第10節東京 Z 相手に見事連勝を飾りました。